ユーチューバーですしさぞかし動画映えする華やかなお誕生日を過ごしてらっしゃるのかなと思っているそこのあなた残念でしたー勘違い落ち現在の時刻は19時過ぎ本日私お誕生日6畳一間のこの部屋から一歩もまだ出ておりませんし誰とも連絡取っておりませんし特に誰かから LINE が来るわけでもなくサプライズで「ハッピーバースデー!」みたいなのが来るわけでもなくひとりぼっちのお誕生日会ひとりぼっちのお誕生日会一人ぼっちの お誕生日かいや私もう劇的にめちゃめちゃ友達のバタイス少ないよね自信を持って友達ですって言える人マジでもう5人いるかいないかぐらいまあでも友達少ないゲームはほぼ100%私の中にあって大人数で遊んでいる時に飽きて勝手に帰るとかめっちゃ前から約束していた遊びの約束当日ドタキャンするとか3年間ぐらい LINE 既読無視未読無視をするとか想像を絶するクズ行為を積み重ねに積み重ね25年間生きてきた結果残ったのが5人ぐらいって感じうん ありがたい。まあ、そんな話は置いといて。一つ最近悩んでいることがあってさ。25歳ってなんかこう、一応20代だけど、荒沢みたいな、すごく絶妙な、微妙な年齢の、なんかもう、狭間みたいな感じじゃん。10代ぐらいの視聴者さんからは、おいお前25とかあらさ沢じゃねえか、えい、ばベい、ベベベベベベ,ベ,ベーみたいな感じで言われる。まあ、それは全然いいの。だって、10代の子からしたら15歳だとしたらもう10個上とかになっちゃうわけだから、それはもうババアに見えるでしょうし、こっちも、あ、そうですね、ババアです、ババアですとも開き直ってる感じのスタンスを取っているんだけれど。 円の私はどうなるんですか私はオーバーバーってことですかあんまり自分を卑下するのはやめてください自分を卑下することによって私たちそれ以上の年齢の人たちの心を傷つけていることもわかってくださいみたいな感じで言われるわけですようんどうしようこれってもしかしてマムヘタバサ 行くのかはちょっとまあ検討中なんだけどその話も一体置いといてつい先日ツイッターの電話で高校生ぐらいの女の子から25歳とかラサーじゃんババアじゃんうわーもうババーとかマジ無理ーっていうなんか内容のメッセージが送られてきたのこんな無礼なメッセージ送ってくるやつはどんなやつだろうと思ってその子のツイッターを見たのよそしたらツイッターのプロフィール欄に山田涼介くん大好きって書いてあったのちょっと待って山田介くん大好き 別に全然いいんだけど25歳という年齢を見てババアってあなた言いましたよねっていうことは25歳の山田涼介くんはじじいでそもそも私1993年生まれなんだけど1993年って黄金世代花の93年組と言われていて今から1993年代の年に生まれた人つまり私と同級生の芸能人紹介するねまず平成時 山田亮介、知念優里中島優と岡本圭應イケメン俳優から福士蒼太上木隆之介須田将暉野村周平、竹内龍馬成田遼間宮翔太郎その他に大倉志門や白浜亜嵐中山優馬などがいらっしゃいますさらに私と同級生の女性陣もすごい脳年玲奈有村佳純竹井絵美吉岡里帆西内真理子志田未来渡辺真優山本さやか、小島瑠里子川島海香竹井美和子新川優アリアナグランデキャリーパミパミもし今年25歳という年齢と 20代のことババアババアってディスったところであんたもどうせ死なない限り20代なんてもうすぐなるんだからさあ,あ,あんま言わない方がいいよそういうこと私みたいなこうなんかババア要素のある YouTuber とかだったら全然言ってもいいと思うけどさあんま,あまあ一般人のお姉様に言ったら怖いよ20代やめときな、うん、トラブルの元だから、うん、さあというわけでまもなく私の誕生日10月4日が終了しようとしているわけですけれども来年2019年26歳の誕生日は素敵なカレピピと過ごせるようにえ2019年頑張りたいと思います 2019年に彼氏ができて2020年オリンピックの年に結婚みたいな感じになる多分なると思うのでまあそこら辺皆さん心の準備よろしくお願いしますごめんね私が結婚してもみんなエミリン・ルースとかならないでねごめんね <laughs> 幸せになっちゃってごめんね2年後 <laughs> とりあえず今から今日は一人でお誕生日のなんか美味しいものでも食べようかなと思うのではい晩ご飯食べていきたいと思います行ってきます松屋行くか チャンネル登録よろしくね